にちは、ゆきです。セルフエステの体験に行ってまいりました。セルフエステとは、お店に来店しエステサロンで使用する業務用マシンを使い自分で施術するセルフ型エステ。正直エステじゃ痩せられないって思ってるタイプ。20代に行ったきり全然行ってない。それが今や自分でエステをする時代。結論から言うと良かったです。3つ良かった点。1つ目、施術が良かった。初回なんでお姉さんがついてくれて、こう私の体を施術してくださった。そのマシンの効果が自分で体感できた。続けたら痩せるだろうなって正直に思いました。で、2つ目、一歩踏み出す勇気になる。私、自分でお金をかけずにできることがまだあるのに、それをせずにお金を払って人様に手をかけてもらってっていうのが、自分でね努力できないくせに、それをお金かけてする前にもっとできるやんって思うブロックがねなんかあったんですが、実際に行ってみたら、そこにまず行くことが自分が本当に変わりたいっていう第一歩だし、勇気。セルフエステとはいえ服脱がなきゃいけない、全部じゃないですよ。髪のブラとショーツ貸してくれますが、人前で裸にはならなきゃいけない。1回目はそれ、私はすっごい苦手。人生ねマックスで今太ってる、余計や人前で裸になるなんて。だけどそこを一歩超えて変わりたい、その思いと行動とっても大事だなと思わされました。3つ目、2つ目と似てる。時間を作ってそこに行くことイコール努力になる。それがいいなと思いました。こうやって話すと、エステも良かったし、セルフエステをやって自分磨きしようっていう思いがそこについてくるから、2つ合わさって、セルフエステっていう道もあるなと思いました。実際の体験の話。初めてのセルフエステ体験を、なんで自分でエステさんに行ったか。会員になると予約不要で施術が受けられる。魅力的。私、予定を作って動くのが嫌い。突然思い立ったことをやりたくなるタイプ。ぴったりだ。で、実際に行くと、まずお部屋が個室と事務スペースと2人用の3種類ありました。個室と2人用の部屋にはそれぞれマシンが置いてあって、共有スペースとなっている事務スペースはたくさんのマシンが全部自由に使える。ただこの共有スペースに関しては世間の状況的に今はクローズされてる。マシンはここに4つ書いてありますが、ボディ用のマシンが4つ、フェイシャル用のマシンが1つ。お姉さんに相談してこういうのやりたいって言ったら、あったものを勧めてくれる。超音波当てて中のこうセルライトをこう分解するのと、吸引グググググって吸引するものとかあって、実際私が使ったのはセルゼロプロ。1台10役、ボディもフェイスもの極上フルコース、これを試させてくれました。体験だったので一部しかできない。で、1箇所どこやりますかって言われて、私は右半分のお腹をやりました。施術前のお腹がこちら、左側より右側の方がくびれがなく見えませんか。施術20分ぐらいやってくれたかな。施術後の写真がこちら。気持ちくびれてるの分かります？赤いでしょ、真っ赤になる。施術したところが、中のセルライトが溶けて、細かいことは分からない、効いてる証拠で。実際マシンでこうやってグリ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 されて、めちゃめちゃ痛かった。で、痛いのは中の脂肪が硬いからって。私、すごい硬いですねって言われました。こんな表面はブヨブヨ、中は固まっちゃってる。今回エステ受けてみて一番すごいなと思ったのが、お腹真っ赤でしょ、右半分の施術したとこだけ。それなのに施術後1時間と全身ポカポカでした。施術を受けてる時よりも施術後家に帰るキロの方が痩せそうって思いました。もうポカポカが止まらない。なんで冬で寒いのに一人だけこんな暑いんだ。測ったらちょうど1時間、よかった。体験した後は自分でできるように練習してくださいって言われて、マシンを試させていただきました。正直なところお姉さんの施術がうますぎて、私なんて全然当ててるだけや、自分で自分の痛くできない。マッサージと一緒、大丈夫ですかねとか言ってたら、それは慣れだと、徐々に上手になっていくから心配しないで大丈夫って言われました。背中の上側セルだとできない。だけどここをやらなくても、これでやるとしたらこれをこう持ち替えてこうやったら背中の下側こういくじゃん。そうすると相乗効果で他の部位も痩せてくるんですって。肩甲骨のあたり触れないのが気になった。直接触らなくても痩せてくるとおっしゃってました。それだけ体が熱くなるから納得はしました。今細かく説明はしませんが、プランもいろいろ。体験は無料で受けられる。体験した日にそのまま入会すると、入会金、事務手数料0円になります。入会しなかった
状況が状況だから今お金使うのそこにストップ入っちゃって、ただ翌日後悔した、入会すればよかったなと。でも今から入会すると入会金と事務手数料がかかる。もし本気で考える人がいらっしゃいましたら、それ踏まえた上で体験に行った方がいい。あともう一つ、もし私が美容にとってもお金をかけられる生活状況にあったら、見てください、一番下見えるかな、レンタルプランがある。なんとマシーンを借りれるんです。マシーンが家に来るってこと、すごくないですか。そんな時代が来た。できたら最高だよな。ちなみにレンタルプランを契約すると、家にマシーンと同時にお店も利用できるの。やりたい、本当はやりたい。チャンネル登録よろしくお願いいたします。無料体験は必ず予約をしてください。店員さんにこれだけはちゃんと言うって自分で言ったんで、 YouTube で紹介したい、最初に言ったからいろんな説明してくれた。今日はセルフエステ、自分でエステさん初回体験をしてきました。とっても良かったから、他のセルフエステも行ってみようと思ってます。本当はいろいろ体験して、いいところに入会したい。ネット見てたらどこも体験した日に入会しないと事務手数料と入会金無料にはならないシステムなんですよ。もちろんうまいことできてる、そこは見極めなきゃいけない。やりたいな。今日もありがとうございました。またね、バイバーイ。